12月に出てもらったんですよ。その時になんか飯田が言ってたのは、2020年は全ての価値観が変わるって言ってたんだよね。そうです。200年1回ぐらいの、まあ、ちょうど時代の変わり目みたいなところと言ってたの。明治維新以来の変化があるとかって言ってて、もうそれ聞いた時にですよ、はい、いやいや飯田さんと、そうですね、いや何があるんだろう、ね、まず最初に地震とか考えるよね、はい、でも地震っていうのはちょっとまだ明治維新以来のみたいなことで、はい、世界中の価値観が変わるっていうから、はい、ちょっと待ってくれよ飯田さんと、はい、っていうのをしてたら本当にそうなって、で年末年始占った人いっぱいいて、僕の知り合いで占いマニアがいて、めちゃくちゃいろいろ洗ったんだけど、年末年始にそのこと言ってたのは飯田だけだ。今となってはね、みんな風の時代だとかやたら言うじゃん、はい、って言うんだけど、うん、それを言ってたのが飯田さんだけで、で4月に電話出演していただいて、はい、2020年が本当に200年に一度の大きな変わりなんだけど、まだこれからなんでしょう。まあ2021年になりますけど、もともとで言うと種まきというか再生というか新しいものに変わってくるので、うん、そういったなんか古いものが切り替わって次に進むっていう部分では、まあ、変化がこれはだから分からないよね、はい、だからそのコロナ禍での言ってたじゃん、政治的にもしかしたらなんかジャッジのミスもあるかもしれないとか、そうそう、ね、はい、だかもしかしたら天才的なことも可能性もなき自身もあらず、いい方で言うと2月3月で起きたことはこと12月、まあ、年末年始も大きくなります、出てはいるんですけども、うん、大きくなるって意味なので、ワクチンができて対策ができますよっていうのが一個形できて、まあ、それは一気に世界に回らないので、うん、まあ、これを1年2年かけてやる、なんかきっかけができるっていうプラスの部分も一応あるはあるんで、うん、ちょっとさ、俺は具体的なこと聞けないけど、はい、そのゲッターズ飯田の占い的にはですよ、はい、占い的にはオリンピックってどうなると思う？いやでもなんか無理くりやるとは聞いてますけど、うん、占い的には今やらない方がいいんですよね。あ、やっぱそうなんだ。2023年にあなたはフランスの時に日本でやるか、まあもうちょっとずらした方が本当はいいんですけどもね。ああ、占い的にそうなってんの。そうですね。なんでやらない方がいいんですか、来年。一応来年っても古いものが一個、まあ、形終わるっていう意味もあるので、うん、そうなるとそこでやるとやらない、まあこれをやったせいによって良くないというか、やらない方が良かったらみたいになる可能性がある。でさ、なんか新しいものがとにかく出てくるって言ったじゃない。そうですね。どん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 ここから変わってくる。今年ね、はい、特に出てくるって言って、だから価値のないものが価値が出てきたり、はい、あとは例えばその、ね、まあ、一番今年で言うと、本当にやっぱあるのは、その、みんな動画も見始めたし、はい、音楽も買ったし、はい、あとお金ね。まあ、電子マネーを本当にみんな使うようになって、うん、急に加速して使いますもんね、みんな。今までちょっと避けてた人もちょっとお金出すのはっていう、うん、あれを減らして、あとリモートの会議とか、そうですね、ズームなんて1年前誰も知らなかったですもんね。いや、なんかだからテレビ界では7年ワープしたって言われてるんですよ。これがもう7年ワープしたって言われてて、あったくせにみんなやらなかったっていうのがあって、だから会議今年1回も行ってないですもん、うん、全部リモートリモートだけでも済んだぐらいな。気をつけるべきことって何ですか？できること教えて。できることですか？家から出ないとかなんか言ってよ。いや、それは家から出ない。まあ、当たり前の対策は、占い上で言うと人脈が大事になるんで、うん、ネットとかテレビを鵜呑みにするよりも、周りの人とコミュニティをしっかりとって、人とから、まあ、知り合いから聞いた話で、ちゃんとした情報をちゃんと得て動かないといけないので、助け合いとかつながりとか愛とかそういうことが大事になってきますんで、簡単にだからテレビで言ってるからほうテレビ見るっていうよりもちゃんと周りで見てみたら、あ、じゃあこうしていけばいいねって分かると思いますんで。それでも僕の周りの人が最近すっごい言うんですけど、食事と一緒で情報も一緒だと、はい、要は食事の中でもいいものと悪いものってあるじゃないですか、はい、体に影響を与えるものもあって、情報も一緒で、はい、情報をどうチョイスしていくかっていうのがこれからの時代めちゃくちゃ大事だ。冷静にやっぱそこ自分で見極めていかないと。そうそうそう。で、嘘も多いし、はい、いや例えばツイッターでさ、はい、その、エゴサすることも情報じゃない。はい、でもそれを入れないとか。ああ、うん、確かに。うん、それがすごい大事になってくるので、なんで友達とか、まあ、でも、なんだろう、お医者さんの友達とか詳しく聞くと、意外とこうですよって、いろいろテレビで言ってる情報と全然違うものやっぱ聞けるので、うん、だからそういったものをちゃんと考えながら踏まえてた、どうしてこうかっていうのを考える。